こんばんは、みーちゃんです。今日は鶏もも肉2枚使って、生姜をいっぱい吸って生姜の唐揚げを作りたいと思います。2つ使うんですけど、1つはもう袋に入れています。で、あと1枚切ります。皮が苦手な方は切り落としてください。私は皮好きなのでそのまま使います。で、一口大の大きさに切っていきます。で、切ったら袋にドーンと入れていきます。そしたらここに醤油を大さじ6、鶏もも肉1枚使われるなら半分の3入れます。で、ごま油が大さじ2、で、ここで生姜1つ、これを4分の3ぐらい使っていきます。で、皮ごと、私はもう皮ごとすりおろしていきます。皮が苦手な方は剥かれてください。この結構するのが大変ですよね。結構力入れます。そしたら結構醤油が多めな感じになるんですけど、これをちょっと揉み込んでいきます。そしたらここに片栗粉は結構たっぷりめにもう入れていきます。結構ドサッと。そしたらもうそれを揉み込んでいきます。こんな感じでもう結構なんかもうカチカチ、ちょっと硬い感じにしたら揚げていきます。もう手素手でいきます。バンバン入れていきます。で、醤油が結構入ってるのでちょっと焦げやすいので、ちょっとこれはもう急ぎで、時間との勝負で。1、2分経ったら一度揚げていきます。今日は2度揚げします。結構1回揚げてます。これで約だいたい2分ぐらい置いときます。お落ちちゃった。で、きゅうりが3分の2使います。斜め切りしていきます。それで千切りしていきます。で、先にタレを入れていきます。お酢が大さじ3に醤油が大さじ2で、砂糖が大さじ1ぐらい入れて、鶏ガラスープの素、鶏ガラスープの素少々入れていきます。で、このタレの中に全部漬け込んでいきます。で、人参も3分の1ぐらいですね。で、人参も入れていきます。ハムを切ります。ちょっと離れやすいように1枚1枚ちょっと離しておきます。で、ハムを切っていきます。
構アトピン作りたい時とかに結構簡単なのでぜひ試されてください。でハムも入れます。でちょっと混ぜます。そこに春雨茹でてますを 60g ぐらいですね入れていって、いり卵も事前に作ってます。ちょっとこれは卵1個に対して牛乳ちょっと塩もちょっと入れていり卵にしています。それで混ぜていきます。で味が染みるまで一時置いといたが美味しいですね。これはでお皿に盛っていきます。最後にいりごま、これをかけていきます。そしたら春雨サラダの出来上がり。簡単なので試してみてね。でそろそろ唐揚げもいいかな。でこれも強火で約1分ぐらいしていきます。でもう揚げていきます。で、生姜たっぷりの唐揚げの出来上がり。これだけでも美味しいんですけど、さらに生姜のさっきの残りの4分の1の残りをさらにちょっとすりおろしていきます。そしてここに醤油が大さじ1ぐらい入れて、あとラー油、これもちょっと 2,3 滴入れて混ぜます。こんな感じです。これを上からかけてもいいし、つけて食べてもいいし、どちらでもお好みで食べられてください。すっごい効いてる。さらにこのさっき作ったタレにつけても食べたいと思います。うん、だからビールが進む。生姜が効いててタレにつけた方が私は好きかもしれない。
またね。バイバイ。